万博大阪市民1人当たり 27, 円まあその意思もね、万博の問題も、もう毎日のようにね、まあいろんな問題が起きてるなっていうふうに思うんですけども、まあ この昨日からまあ今日にかけて、今日でもニュースになってたんですけど、やっぱその万博の、この費用がですね、まあ1.9、当初1250億でやる言ってたのに、それがまあ2倍近い、2350億になったということで、まあそれについて、誰が負担することになるのかって言ったら、やっぱその大阪、 えー、府不民、市民だったりね、まあ、国民だったりという、まあ、そういう、まあ、惧というのがされてるんですけども、まあ、この大阪の万博の、この大阪市民の負担について、昨日ですね、えー、大阪市議会なんですかね、都市経済委員会で市民一人に換算すると、えー、約2万7千円になるというふうに、まあ、説明、まあ、されたということで、 まあほんまなんかひどいなっていうかね、これ大阪市民のまあ数が277万人で割ると、一人当たり約2万七千円になると。億 1325億円がですね、えー、大阪府市の負担で、えー、そのうちの市の負担分が748億ということで、748億円を、えー、この大阪市の推計人口277万人で割ると、一人当たり約2万7千円となったということで、これもえぐいなっていうかね、でこれ、 あの、去年の11月の大阪市議会では、大阪市民一人約1万9千円というふうに、まあ、答弁してたみたいなんですよね。いや、だからこう、去年の11月から今3月ですから、まあ、4ヶ月ほどで、まあ、8千円も、あの、まあ、増えてるっていうのはどういうことなんやっていうね。 いや僕はここもね、ほんとおかしいなっていうかね、急に増えたわけでもないと思うんですけども、まあ、だからほんとその大阪市民もね、これ、あの、真剣に考えなあかんなっていうね、今まで維新に入れてきた、特にね、大阪市民なんかはね、 っていうふうに僕は思うんですけども、まあ、これについてですね、大阪市長である維新のね、この横山市長はですね、えー、まあ、2万7千になるっていう試算が示されたんですけども、この横山市長はですね、この市民税が上がるとか、えー、納税通知書が行くわけではございませんと。 えー、事業費全体のご理解が得られるように、これは議会やいろんな場を通してご,ご説明していきたいというふうに言ったということなんですけども、でもなんか維新っていうのはね、まあ、この横山市長なんかもそうなんですけど、あの、都合の悪いことに、 なんか、あのー、ことを突っ込まれると、なんか別のね、この切り返しの答弁で答え方をしてで、こう、はぐらかすみたいなね。まあそういうのがね、僕はパターン化してるのかな、みたいなね。例えばその、今、吉村知事なんかも、その、 大阪万博のいろんな問題が指摘されて、2億円のトイレが高いとかね、他いろんなものが指摘されている中でですね、なんかほん、ごく一部でネットで、まあデマとして流されたのが、組取トイレになるとかね、いや、それはデマです、みたいなね。いや、でも、一方の大きな問題の2億円のトイレの問題とか、他パビリオンのその完成がいつになるかとか遅れてるとかね、 まあそういう問題については、ですね、きちんと真っ正面からあの答えないなというのが、この維新の横山市長にも言えるのかなと思うんですけど、これ、何が問題かって、多分市民税が上がるとか、納税通詞がいくわけではないとで、そうなのかもしれませんけども、ただ、まあ、これによって、ですね、大阪府と大阪市は、ですね、今後10年、赤字が続くと。 まあいう、まあ、その予算案っていうのがですね、当初予算案っていうのがあの出されたというのは今年の、まあ、ニュースとしてね、つい最近出たんですよね。じゃあ、うなると市民税が上がらないとすればどうなるのかっていうと、やっぱりその住民サービスが僕は削られていくっていうね、 まあ今まで通りの住民サービスを続けられないとかですね。まあそういうことが考えられるかなっていうね。だからそこについてきちんと、あの、言わないっていうね。いや、市民税が上がるわけじゃないですと。いや、でもこれだって本当にわかりませんよっていうね。これで終わるわけではないっていうのが、その朝日新聞でもなんか指摘されてたんですけども、まあ今後ですね、 あの、増える可能性だってあるっていうのが、えー、朝日新聞の、えー、なんていうんですかね、市担当者ですよね。大阪市のこの万博の担当者はですね、えー、今回は不民や国民負担を加えてないので、去年の資産とは比較できないと述べていると。で、市民は、 一人当たりの負担額は約2万7千円よりも膨らむ可能性があるっていうふうに朝日に書いててですね。まあだからその、 最終的な負担額っていうのも、もうこれ2万7千円じゃないっていうことをね、まあ、指摘、まあ、してるんですよね。だからもう去年言ってたことと、もうすでに違ってると。8 0円も増えてる。去年は1人19万千円って言ってたのが、まあ、2万7千円になってると。で、しかも今後増える可能性があるっていうこと。 ことも指摘されていると考えるとですね、じゃあ最終的にいくらな、いくらになるのかっていうのを、この段階でもですね、はっきり、まあ、言ってないっていうところが僕はこの不信。 不信感というかね、この維新の横山市長だったり、吉村知事だったり、僕は、そこにね、僕は行き着くんちゃうのかなと。だから、やっぱその日本維新の会の、ね、国政では維新の会の支持率っていうのが、もう、あの、去年の統一地方選後は、 えー、ボンとね、立憲民主党抜くぐらいになったんですけども、まあ、今全体的にも立憲民主党に抜かれてですね、どん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 下がってきてて、まあ、NHK ではですね、統一地方選後にぐんと伸びた維新の支持率も、もう、あの、下がってて,て、ね、統一地方選の前の維新の支持率よりも下がってるっていうのが直近の NHK の世論調査の維新の政党支持率、ま、だったと思うんですよね。 いやだからやっぱ大阪府民、市民からのこの、まあ、ひょっとしたらね、この維新への信頼感っていうか、その指示っていうのが、ま、あ僕は本当なんか溶けてきてるんちゃうのかなっていうね。それはやっぱこういうふうな、はっきりと説明、説明する、説明する言いながら肝心なことは説明しないっていうところに僕はもう集約されてんのかなみたいなね。 でんで、んで、なんか、あの、選挙になったら税金の無駄をやめましょう、みたいなね。税金の無駄させません、とかで維新は言ってるんですけども、まあ、こん、こんなね、やつの万博っていうのは、その、本当に、ま、無駄、税金の無駄を、まあ、展示するようなね、税、税金の無駄を見せ物にするような、まあ、そういう、まあ、イベントかなって僕は個人的には思うんですけども、まあ、他ね、あの、木造リングの問題だって、 え、これあの、全部繋がったら、こう、あの、工事のね、搬入資材の妨げになると言って、日建連の会長の方ね、建設業界の、えー、 ま、トップの方がそういうのをね、あの、公式の場で、えー、だから、そのリングを繋なげないようにみたいなね、支障にならないようにしてくださいってお願いっていうかね、そういう文章を読み上げたっていうのが話題になっててですね、まあ、今だってその木造リング繋がったら車通れないとかね、まあ、そういう報道ってはずっとされてるんですよね。で、これは、その、ま、あ来年5月、 から、え、ですかね、万博が開催されるっていうのが、だからその前に、その木造リングとは繋がる予定なんですけども、いつ繋がるのかなと思ったら、えー、今年の9月に、これ毎日で見たんですけど、今日の、の、今年の9月に、万博のリングを一つに繋がる、繋げる予定だということで、だからもうあと半年で、万博のあの木造リングが繋がってしまうと、 で、しかも今パビリオンっていうのが、まあ、海外のね、独自パビリオンとかの建設っていうのが、まあ、遅れててですね、この毎日新聞の方で動画とか見ても、あのー、本当にもうリング、もう半分以上できてんのかなっていう感じっていうのもありますし、ほんでパビリオンだって全然進んできてないやんっていう感じなんですよね。 いや、そんな中でね、いや、大丈夫かなっていうね、本当なんか、工事をしにくくしにくく自分たちでしてるようにしてるっていうね、もう本当なんかその統制が取れてないというか、まあその原因としてはやっぱりその、なの全体を見る人はきちんといなくて、まあ、それぞれ工事を進めたりとかね、まあそういう感じみたいなバラバラみたいですね、言うたらね。 だからこんななんかチグハグなことが起きてるのかなと。で、それって費用も増えてるっていうのもね、まあそういうとこみんなバラバラに動いてるから、あの、全体として膨れ上がっていってですね、で、まあ最終的に大阪、まあ府民、市民、で、まあ国民にも負担っていうね、ことに行き着くのかな。 っていう、まあ、あ器具はありますよね。入場券だって全然売れてないと、目標の4.6%の、六、えー、65万枚しか売れてないということで、まあ、あ僕は本当はあかんなと思いますけどもね。まあ、ほんで今日もあの、オスプレイのね、あの、飛行、えー、再開についてもあの、喋ってたんですけども、まあ、まあ、玉木デニー知事もですね、やっぱその原因究明がきちんとされてない中で、えー、再開するのは、あの、 許されないと。まあ、いうことでね、事故原因が究明されない中での飛行再開っていうのは決して許されないという声明を発表したと、今日ですかね。いや、当たり前やっていうね、こんなもん当たり前やっていうことでね。だこれも、まあ、これ、沖縄だけの問題じゃなくて、これも日本全国の基地のあるとこね、自衛隊とか、えー、自衛隊もね、いっぱいそのアメリカからオスプレイ買わされてたっていうね、日本がね。 あの、トランプさんとでしたっけねその時の大統領。トランプさんと安倍さんとの間で、えー、交わされたんじゃなかったですかねうん。いや、だから怖いなと。原因もきちんと究明されてないし、アメリカでもですね、あの、この再会というのは、あの、懸念の声があるっていう中で、えー、再会すると。 えー、まあこれは本当、えー、6月沖縄県議選もあるということでね。でまあ、今朝も喋りましたけど、うるま市のね、陸上自衛隊の訓練場の問題に関しても、これはも自民、沖縄の自民党ですら、えー、反対であると。で、県議会で、そのうるま市の陸自、えー、訓練場については、もう、県議会で全会地で、えー、白紙撤回を求めると、政府にね、っていうのも動きもあったりとかして、 まあでも本当にまあ6月は沖,沖縄県議選もあるんでね、まあよう考えてほしいなと。でも明日の三沢市議選ね、青森の三沢市議選でも、あのー、まあこれ基地もありますんでね、まあそこもね、考えてほしいなと。まあ維新の候補者の方の肩書きが、えー、米軍契約官っていうのがね、もうちょっと引っかかる。何をしてるのかようわかりませんけどもね。 まあそこもね、青森の方も考慮っていうか、よく考えてほしいなっていうふうに改めてまあ思いましたけどもね。チャンネル登録よろしくね。